ここからはいいよいよ第2部、うん、総合編ですそうだ、ね、あの最初言っおくと僕は全然俺見てないもんね最初何の質問くるか全然俺知らない状態で来てますもんねそうですよね <laughs> これちょっとね皆さん知ってほしいのはあ事前に一度先生がチェックなさってるのかなと思ってる、ね、思ってる人結構多いんじゃないかな俺その場で聞くまで何も知れませんからそう ですよ。いかにも先生の引き出しがたくさんあるか,だだだから裏返す場答えが脈絡なく飛び回るっていうのはそうです。いや本当そうですよね。うん、ぶつけ本番ですもね。ぶつけ本番で、はい、そ,うそうです、はい、もう本当にもう命がけでございます。<laughs> 余裕ですものね先生ね。<laughs> いやどうかな。はい、じゃ余裕でまたお答えいただいて <laughs> 第二部も <laughs> はい総合編いきましょう。うん、ではあまずお一人目の方からです。 さん愛子さまこんばんはこんばんは早速ですが質問です暗黒天体ラジャさんには生物かっこ人が存在しているのでしょうかぜひ見解を教えてください、うん、あのん僕が子供の頃は「幽生、うん、王子」とかね「幽生、うん、仮面」とかねいる「遊ぶ星」とかいたんですよあはいで 僕うんそうそうあ,あっち行きゃこっち行きゃっていうね、はい、いや惑星とは違うと思ってたんですね、うん、でもねなんかねどっちも同じなんですって<お>語源は<ー>惑星を優勢とも言っていいっていうふうになってたんだってで東京大学は惑星を使って京都大学は優勢使ったんだって。 <laughs> ね、ちょっとあの,ん,のなんかあの邪馬台国のひ否定地位争いと似てるもんがあって <laughs> うんそうなんだよいやまあ、まあ、ちょっと別な話なんだけど、ええ、でも最近僕が使ってる「優勢」という意味はちゃんとした規則正しい公転軌道を持っていない自由軌道で、まあ、自由なもん二十歳軌道って言えるのかっていうことになるんだけど<ー>これそういう意味で僕は「優勢」。 はい、という意味で、要はちゃんとした軌道を描かないんだよ。はいうん、これはラジャーさん、ね。はい、で大きさはほぼ木星と同じ。はいうん、でおっしゃってる意味はよくわかるこれ暗黒天体っていうことはあのこれ暗黒プラズマで覆われてるってことなんですよ。はい、ということは暗黒プラズマの中ってどういう世界なのかっていうとこれモーセの時代にも実は起こっててもう 暗闇になるんだよもうここへ持ってっても手紙見えないでも呼吸はできる喋り声も聞こえるだけど光を全て吸収しちゃうんですん普通プラズマはあの光を出すんだけど